アレクサンダー・ガージは、ドイツ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ネッリ・ジガンシナなど。2014年ソチオリンピックドイツ代表。ザンドラギスマンとドイツ人同士のカップルを組んでいた。頃からモスクワを練習拠点にしていた。2005から2006シーズンから、ロシアのネッリ・ジガンシナとカップルを組んだが、ドイツ所属で競技会に参加している。 ジガンシナの母は、カザ夫人、ガージモ父は、ハンガリー系と、国際的なカップルである。2010から2011シーズン、シーズン開幕から4つの国際大会に出場。そのうち3度表彰台に上った。前シーズンの上位2組が引退、休養したこともあり、ドイツ選手権では4年ぶりの優勝。ヨーロッパ選手権と、世界選手権の代表に選出された。 2011から2012シーズン、前年の世界選手権の結果により4シーズンぶりのグランプリシリーズへの参加が決まった。2015年3月25日、引退試合として挑んだ、世界選手権の SD は5分練習の後に、胃腸炎の影響で危険し、アイスダンサーとしてのキャリアを終えた。マンディケナアレクサンドル・ゴスシーハット、パール・オファー・バートマン。 バンクリーブ MWM フィナーレハットズゲンシナゴスシーダンスイントゥーニューディレクションズありがとうございます